韓中国へようこそ11月5日のニュースをお伝えします。北京市は最近深刻な汚染を伴うスモックの日が続いています。そのため視界が非常に悪く空港のフライトが遅延あるいはキャンセルされる事態となっています。しかし中国の公式メディアはその深刻さを意図的に無視し、単に ノームが発生したと応じています。さらに、当局は11月3日に天安門広場で3万人が参加するマラソンを実施し、北京市民の強い批判を招きました。10月30日午後に中国中央気象台がノームの黄色警報を発表して以来、11月3日までに数日間にわたって警報が続いています。 一部地域では視界が500メートル未満、局地的には200メートル未満の濃霧が発生しました。11月2日が最も深刻です。その影響で北京の多くの高速道路が一時的に閉鎖されました。北京首都空港と大港空港の一部フライトも遅延、またはキャンセルされました。中国南部から 北京の中央民族大学に通っている大学生は、11月2日の夜、図書館を出た時、視界は5メートルもありませんでした。こんな悪天候は南方では見たことがなく、本当に衝撃的でした。と述べました。北京市民のマさんは、10月25日の夜に北京に戻り、11月1日でちょうど1週間になります。 しかし、その間、晴れた日はたった一日でした。他の日はすべて霧に追われていました。北京に戻った翌日に体調を崩しました。さらに、空気の深刻な汚染で呼吸が苦しくなり、現在の北京の居住環境は本当に劣悪です。最近、北京を訪れようとしている人は、本当に慎重に考えた方がいいです。 と述べました。北京市朝用区の加さんも3日に、ここ数日スモックが非常に深刻です。視界は極めて悪いです。空気の質が悪いため人々は不快を感じていると述べました。3日の早朝5時過ぎに病院から子供を連れて帰宅した王さんも議論に加わりました。子供を連れて 病院から帰ったばかりですが、本当に命に関わる問題です。空気が臭くて、夫と相談して実家に帰ろうかと思っていますが、子供は北京で学校に通っているし、息子がいつも病気になり、北京では本当に暮らせませんと話しました。また、北京で働く外地の人々は、北京の空気汚染に強い不満を抱いています。 私は昨年北京で仕事を始めました。来たばかりの時から北京の空気汚染が非常に深刻だと感じていました。しかし今年はさらにひどいです。現在鼻や喉がすべて炎症を起こしています。呼吸する際に鼻が痛く、炎下する時も喉が痛くてよく眠れません。 当局やメディアがなぜスモックの深刻さを無視しているのかについて、あるネットユーザーは、環境保護局は5年間の大気汚染特別管理プロジェクトをすでに完了しています。深刻だと報じると罰金を課されます。そのため彼らは報告せずニュースでも伝えられないのです。と述べました。多くの北京市民は スモックの発生に疑問を持っています。北京の鉄鋼工場や汚染企業はすでに移転しているにもかかわらず、これらの汚染物質がどこから来ているのか追求する声が上がっています。一部の市民は、なぜここ数日北京のスモックがこんなにも深刻なのか。ここ数年こんなひどいスモックは見たことがないのに。 それが数日も続いていると問いかけています。また、北京の一部の保護者は、幼稚園が10月31日から11月2日にかけて、中度から10度の汚染が発生するという通知を事前に発表していたことに気づきました。空気の質が悪いため、幼児の野外自主活動は停止されました。そのため、朝の受け入れは室内で行い、 野外活動は室内で代替されるとのことです。保護者はなぜ重度の汚染が発生するのか。幼稚園が突然通知を出したことに対しおかしな気持ちになりました。この2日間何が起こっているのでしょうか。これほどのスモックはどこから来たのでしょうか。と疑問を呈しています。 市民からの疑問に対し、当局は特に反応を示していませんでした。一方、11月3日、中央気象台は引き続きタイムの黄色警報を発表しました。しかし、天安門広場でのマラソン大会は中止されませんでした。中国メディアによると、3日午前7時30分、2024年、 北京マラソン及び全国マラソン選手権が天安門広場でスタートしました。マラソンには全国各地から3万人の選手が参加しました。参加者たちはスモッグの中で視界が20メートルほどしかありませんでした。乾燥しても周囲の景色がはっきり見えないと話しています。多くのランナーが 北京の空気の質に対して不満を述べていました。これに対して北京市民の間では、北京のこの空気の質でマラソンを開催するなんてあまりにも馬鹿げている。参加者を何だと思っているのか。人体空気清浄機か。みんなが空気中の汚染物質を吸い込んで持ち帰ることで北京の空気を浄化するつもりなのか。 という声も上がっていました。また、一部のネットユーザーは、健康を犠牲にするのはやめよう。命を軽々しく扱わないでほしいと呼びかけていました。皆様へのお知らせです。今、韓中国の動画を、元人ワールドというサイトにも掲載しております。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。